はいどうも、走れおいチャンネルです。今日はですね、趣味の動画なんですけど、この動画撮ったのは結構前で、2週間ほど前になります。で、怪我明けのちょっとリハビリを兼ねたノックということで、ちょっとマックスであまり動けてないんですけど、動画にしていきます。怪我をしたのが結構前だったんで、思ったより結果が長引いてるんですよね。まあ、それは結構大会が挟まってて結構無理して出たっていうのもあるんですけど、まあ、大会はもう終わったんで、これから少し休養というか無理せずに直していこうかなといった感じです。とりあえず今日、映しているのはオールファーストのノックですね。途中から少しアングル変わるんですけど、オールファーストのノックをしています。この時に意識しているのは、久々のノックだったので足をしっかりと動かすことと、まず取ることを意識しました。で、まあ、5週間ほどこけてなかったので、まずボールに慣れること、しっかりとボールを取ることを意識してやっています。セカンドの場合は、まあ、送球が近いっていうのもあるので、まずしっかりと取ることですね。で、バウンドが合わない場合はしっかりとボールを見て捕球することを意識しています。ショートサードの場合は少し勢いをつけて捕球するんですけど、セカンドの場合は、しっかりとまず捕球ポイントを作って確実に取ることを意識してやっています。それでは、ノックを見ていきましょう。そしてですね、自分が守備で意識するポイントは2つありまして、まあ、足を動かすっていうのは、基本なんですけど、もう1つあって、それが右足重心に補給することですね。右足の方に体重をかけて補給することにより、その体重移動が楽になります。左足に重心が乗ってしまうと、バランスを崩してしまい送球に移りにくいので、取るときは右足重心でボールを補給するっていうのを意識してやっていますね。そっちの方が送球しやすいんで、右足に体重を乗せてボールを取るときに移動しながら補給するっていうのを意識しています。となると自然的に見た感じは、ボールを右足で前で取ってるイメージがあると思いますね。それが、自分の中で一番速いので、それを意識してやっています。はい、というわけで、今日は自分のセカンドのオールファーストのノックを見ていただきました。ゲッツの動画はもうすでに上がってまして、概要欄に貼っておきますので、もしよければチェックしてみてください。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。では、ありやした、ありやした、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。